今日も iPad でクリエイトしてますか？皆さんこんにちは、平岡です。今日も動画見てくれてありがとうございます。皆さんはですね、僕が去年ぐらいにレビューさせていただいた iPad 用のノートアプリフレキシルっていうアプリ覚えてらっしゃいますでしょうか？フレキシルってアプリはノートを2冊同時に開いて作業とか書き込みを行ったりとか、あるいはノートと PDF 資料を同時に開くとか、こういったマルチタスクが非常にやりやすい、結構画期的なアプリですよっていうふうに前回ご紹介させていただきました。正直まだまだあんまり知名度高くないんですけども、去年使った段階で僕はねめちゃめちゃ興奮して動画でご紹介したんですけども、なんとですね、その動画が開発者さんの目に留まって、今回はですねタイアップとしてもう一本動画を撮らせていただくことになりました。で、今回はですねフレキシーの基本的な機能を改めてね少しだけ軽くご紹介させていただいて、その後に僕が去年紹介してからアップデートがたくさん入ってるんで、なのでそういった最近のアップデート内容についても一通りご紹介していこうと思うので、勉強用に何かねノートアプリいいものないかなって探している方はぜひ見ていただけると幸いです。というわけで早速行ってみましょう。はい、というわけでまずはですね、前回の動画見てない方のためにフレキシル、どんなノートアプリなのかっていうのを注目機能を軽くご紹介していこうと思います。結構この基本的なね部分を聞くだけでもこのアプリいいじゃんと思う方ねたくさんいらっしゃると思います。というわけでまずはアプリの方を開いていきます。フレキシルね、ノートアプリなんで開くとこんな形で自分の作ったノートとか、あと PDF もこの中に読み込むことができるんで、 PDF 資料とかが一覧で表示されています。でね、普通にノートをちょっと開いてみるんですけども、まずはこのねサンプルで作ったノート、ノートブック1って書いてます。で、ここから普通にですねこういったペンツールを使っていろんなね字とか絵を描いていくわけなんですけども、こんな感じ でこのフレキシルっていうのは冒頭で話した通りノートを2冊同時で開くっていうのがすごく便利なんですよ。どうやってやるかっていうと、まず今開いてるノートっていうのはね上にタブ表示でいくつか表示されています。 PDF 資料とかも表示されてますね。で、こんな形で表示されてるところで今この無名のノートと開いてるんですけども、別のノートのタブを持って指でこのノートの上にドラッグすると、はい、こんな感じでですねノートブック2っていうノートをこうやってポップアップで開くことができるんですね。なのでノートブック1の方にこうやって書き込みを行いつつ、同時にノートブック2の方にもシームレスに書き込みができます。さらにノートとノートだけじゃなくてノートと PDF 資料も同じことができるんですね。これ一旦バツマークでノートを消してあげて、次はこっちのサンプルアートトラベルっていうね、この PDF 資料、これをですね、同時に開いてみましょう。やり方は同じです。無名のノートを開いて、このサンプルアートブックをドラッグしてこの上に離します。するとですね、こっちの方で資料を開くことができました。ちゃんとね、ページもめくれますね。で、さらにですね、このポップアップノートのこのノート名のところですね、これタップすると、ここからシームレスに別のノートに切り替えることもできるんですね。例えば、ここからですね、またノートっていうこの英語のものをね、タップすると、さっきのノートブック2に素早くポップアップノートの中身を切り替えることができます。ノートとノート、またはノートと資料を同時に開くみたいな、マルチタスクが非常にやりやすいのが、このフレキシルの最大の特徴かなと思います。さらにそれだけじゃなくて、複数のノートとか資料を開くことができる機能を活かしてリンク機能っていうものがあってね、これもまためちゃめちゃ便利なんですよ。これどういうものかっていうと、例えばですね、この資料サンプルアートトラベルのこの今車の資料を読みながらこっちのノートの方にねその情報を書いていくみたいな教科書とノートみたいな使い方をねすること多いと思うんですけども、この時にここの情報っていうのはこのノートに書かれてますよみたいな形で情報をリンクしてくっつけておくと後から見直す時に非常に便利です。そういう時にですね、このフレクシルっていうのは資料の中をこうやって長押しするとポップアップが出てくるんですね。で、この状態でこのアイコンの3つ目、この囲いみたいなアイコンをタップするとこうやって自分でこのスクリーンショットの幅を決めてこうやってねスクショ撮れるんですよ。で、このスクショをですねそのまま指でドラッグしてこのノートの方に持ってきます。はい、するとですねこの資料のスクリーンショットっていうのを簡単にこっちのノートの方に持ってくることができるんですね。で、さらにこれはスクリーンショット写真を持ってくるだけじゃなくてリンクとしてちゃんと資料とつながってるんですよ。どういうことかっていうと、これね全く別のページにこうやって移動してもらって、この状態でさっき持ってきたスクリーンショット左上にリンクマーク、リンクアイコンがついてるの見えますでしょうか。これね、ここのリンクのアイコンをタップするとですね、はい、こうやってすぐにポップアップウィンドウの方の資料がこのスクリーンショットを撮ったページに遷移してくれるんですね。これめちゃめちゃ便利じゃないですか。しかもこれね逆もできます。例えばこれメインのノート全く関係ないねこのようこそっていう資料を開いてるとします。で、この状態でこのポップアップウィンドウのこの中のねスクリーンショットを撮った場所、ここにまたアイコンマークがあるの分かると思うんですけども、これをタップすると
はい、このスクリーンショット、このノートブックのここに貼ってますよというふうにすぐにそっちに移動することができるんですね。なのでスクリーンショットっていうのを介してリンクでノートと資料をつなげることができるんですよ。これめちゃめちゃ便利じゃないですか。というわけでここまでがこのフレキシルの持つ特徴、他のアプリにないような画期的な機能なんですね。というわけでここからはですね、その僕が前回紹介した動画これ以降にアップデートでいろんな機能が追加されているので、その機能っていうのをザザッとご紹介していこうと思います。まず一つ目はノートのデバイス間同期機能ですね。これ僕去年紹介した時はまだデバイス間の同期機能がなかったんですよ。なのでこの iPad と例えば他の僕の持ってる iPad mini とかね、まあ、こういったデバイス間同士でノートを同期することができなかったんですけども、最近この同期機能っていうのが実装されました。これデバイス間でノートを同期するには Google ドライブが必要になります。 Google ドライブの機能を使ってノートの同期を行っているんですね。実際にどうやって同期を行うか、その連携方法と実際同期が行われるところをご紹介していこうと思います。まずは僕が今まで使っていた13インチの iPad Pro、 この中にはですね、僕が作った共有っていうフォルダがあって、この中にですねサンプル PDF とサンプルノート、そして無名のノートっていうもう一冊ね、サンプルノートっていう風に3つのノートがあります。で一方でこれ iPad mini の方なんですけども、初期状態のままで僕が作ったフォルダもノートも入っていません。ここからどうやって連携していくかっていうと、設定ボタンから設定に入っていただいて同期ってところですね、ここでアカウント管理で Google ドライブがもうねこう追加されているので、ここで同期ボタンをタップします。そしてログインするといろんな選択肢が出てくるんですね。3つあります。クラウドデータをデバイスデータで上書きする、デバイスデータをクラウドデータで上書きする、クラウドとデバイスのデータを統合って出てくるんですけども、今のところこの iPad のローカルの方にはデータが何も入ってないので、一番最新の情報ってのはこの iPad 13インチで作業したデータってのがクラウドに残ってるんですね。なので今回はデバイスを同期する方なので、デバイスデータをクラウドデータで上書きする、この2個目のやつですね、これをタップします。するとこうやって注意書きが出てくるんですけども、データは削除されますがデバイス上にありクラウド上のデータに置き換えられます、続けたいですかってなるので、ここはですね上書きをタップします。すると再度注意書きが出てきます。やっぱりねデバイスのデータ全部消しちゃうので、この辺はすごい慎重ですね。ただこの中には何度も言いますようにデータは入ってないです。今からクラウドデータをこの中にごっそりと入れ替えるような作業を行うので、消しても大丈夫なので確認済みにしてデータは削除されますと。するとですねこんな感じでクラウドからの情報をデバイスの方にダウンロードしてきます。完了したので設定を閉じるとですね、共有のフォルダが入っていて、ちゃんと僕の作ったようこそノート、無名のノート全部同期されています。中身見てみてもこのノートの方はですね、ノートブックにさっき作ったリンクってのもちゃんと反映されています。でこの状態で iPad mini の方で逆に編集をしてみましょう。指でちょっと書くんでね字が汚いんですけども、 iPad mini っていう風に書き込みますと。でこの情報を次はこっちからクラウドを経由して13インチの方に同期されるかをちゃんと確認していきましょう。これ一旦じゃあアプリをタスクを切ってあげてホームに戻ります。でもう一度フレクシルのアプリをタップして設定アプリの方からですね、はい、同期の画面見ていただくと最終同期日時がこれね5秒前6秒前7秒前っていう風にアプリを開いた時にねもう一度同期されています。なのでもうこれさっきの iPad mini の変更同期で共有されてるはずなので見てみましょう。ノートを押すと、はい、こんな感じですね。 iPad mini で書いた iPad mini っていう字がですねこの iPad 13インチの方にも同期されています。こんな感じで一回設定してしまえばあとは普通の同期と同じでどっちで書いてもねどっちもちゃんと全部共有されてるんで、こういう風なデバイス間同期っていうのがやっとフレキシルでも使えるようになりました。そしたらアップデートの2つ目は新しいペンの種類として万年筆が追加されました。これはですね Apple Pencil を使って筆圧をちゃんとね太さに反映させてくれる筆圧感知を利用したペンなんですけども、実際軽くどんな書き心地か見ていきたいと思います。このねペンツールキット、ちょっとフレキシル変わってるんですけども細長いペンツールキットなんですね。でこの中からペンをタップすると複数のペンを選ぶことができます。これが最近追加された万年筆ですね。ペンの太さも自由に変えることができて、でちょっと実際使ってみるとですねこうやって、はい、太さがちゃんとダイナミックに表現されているようなペンなんですね。こう筆圧を軽く書くと細くなって強くすると太くなるみたいな、こういうペンです。
こんな感じですね。ちょっと僕字があんま綺麗じゃないんで、これが許してほしいんですが、こういうですね、筆圧をちゃんと拾ってくれるようなペンが追加されました。ただ個人的にはフレキシルさんにはぜひ鉛筆をちょっと追加してほしいなと思います。僕はね、いろんなアプリで言い続けてるんですけども、やっぱり鉛筆が一番なんか書き味がいいというか、字が綺麗に見えると思うんですよ。なのでアップル純正のペンツールにあるような鉛筆、あの実装をね、ぜひフレキシルさんにお願いしたいと思います。そしたら次はマスキングペンの機能ですね。これは結構勉強する方にとっては非常にいい機能だなと思います。どういうものかっていうと、例えばですね、このノートにちょっと右側に僕書いてみたんですけども、平岡がメインにする iPad モデルはみたいな形で、まあ、クイズというか問題を書き込んでね、その正解もこのノートに書いていくみたいな、まあ、こういう勉強法をしているとします。まあ、英単語でもいいですし、数学の答えでもいいですし、何でもいいんで、ノートに問題を書いてって、それに答えを書いて赤シートで隠してね、これ合ってるかなとか覚えてるかなっていう風に自分でこの問題集にしてノートを活用する方多いと思うんですよね。そういった赤シート的な機能をさらに一歩進めたのがマスキングペンという機能なんですよ。これはですね、普通のペンを選ぶときに一番右、このマスキングテープのアイコンを選ぶことでマスキングペンを使うことができます。問題の正解の部分ですね、そこを書いた上からこうやって塗りつぶしていきます、マスキングペンで。するとですね、こうやって今半透明なんですけども、離すと真っ黒になって見えなくなるんですよ。で、この状態でもう一回指でタップすると答えが出てきます。自分で作ったノートを問題集として使うことができるんですね。で、さらにそれだけじゃなくて、フレキシルがすごいのは、これタップした時に正しかったか間違っていたかっていうのを選ぶポップアップウィンドウが出てくるんですね。で、例えば今回は正しかったと思って正しいを丸しておきましょう。そしてもう一度タップすると、これもう一回消えるんですよ。で、また後日1週間後とかに、はい、ひろこの iPad なんですかって聞かれた時に、どんな格好って感じなんですけども、12.9 インチ iPad Pro だったかなと思って答えたら、違いますと、13インチですよ。ってなったら、これは間違ってるんで、間違ってるをタップします。という風な形で、毎回毎回正解と不正解っていうのを記録していくと、これね、アプリの方で全部覚えてくれてるんですよ。これどうやって見るかっていうと、一番右上のアイコン、サイドバーなんですけども、このサイドバーはページナビゲーションだったりとか、いろんなものが見えるんですが、一番右側、ここのペンアイコンのところにですね、描画マスキングっていう項目が出てくるんですよ。これは僕が作ったこの描画マスキング、13インチ iPad Pro を隠しているマスキングテープの部分なんですけども、ここの正答率ってのが、2回やって1回正解したんで、正答率 50% ですよってのをずっと記録してってくれるんですよね。なので、これ英単語帳とかで使うと、ずらずらずらっと英単語並んでる中で、その英単語1単語ずつの正答率っていうのをずっとアプリが計算し続けてくれて、自分の強みとか弱みっていうのが簡単にわかるんですよ。これは勉強する方は非常にいいんじゃないかと思います。さらにこのマスキングペンは、ただ字を隠すだけじゃなくて、写真でも PDF ファイルでもできるんですね。例えば今画像を用意したんですけども、うちのね、株式会社ドリップが Amazon セールとかをたまにやってるんですが、ここでですね、スマイルセールアップトゥ 30% オフ、最大 30% オフですよと。で、ここの、オフ率を隠します。例えばマスキングペンでこうやってですね、数字が見えないようにしてと、はい、こうするとですね、ちゃんとそこの数字見えなくなります。そして、はい、今回のセール最大何十パーセントオフですかみたいな問題があったとすると、タップしたらまたですね、こうやって30が見えて、正しい正しくないが分かるんで、これで正解不正解を記録していくと、サイドバーで同じくこの画像の描画マスキングですね、ここが正解率どれくらいかっていうのが分かるんで、文字でも資料でも写真でも全てこのマスキングテープっていうのは使えます。ここもかなり高ポイントですね。そしたら次はステッカー機能です。まあ、これはね、読んで字のごとくというか、ステッカーをノートに貼り付けられる機能なんですけども、これまでフレキシルってどっちかというとちょっと硬派なアプリだったんで、可愛げがなかったんですよね。でも今回このステッカーを追加されたことによって、可愛いノート作りやすくなりました。ペンツールキットの右にあるこのステッカーアイコンをタップするとポップアップが出てきて、最初にいくつかね、ステッカーも追加されているので、これで例えば100点のステッカーを貼り付けることができたりとか、まあ、こんな形で使うことができます。まあ、この中でですね、例えばグッドとかこういったものをスタンプでポンと押すとすぐにね、貼り付けることができます。サイズもこうやって自由に変えることができるんで、好きな位置にですね、こうやって好きなスタンプを持っていくこともできます。で、このステッカーは無料で使えるものもたくさん追加していくことができます。これ一回トップページに入ってあげて、ここからですね、一番左下のこのね、アイコン、鉛筆アイコンをタップすると、ステッカーのところがね、項目が現れてるんで、
ここから自分が欲しいものをですね、選んでステッカーパック追加すると、アプリの中にステッカーを追加していくことができます。無料でももちろん使えますし、有料のプレミアムプランに加入すると使えるようなステッカーってのもたくさん用意されています。そしてそれだけじゃなくて、自分の写真とかをステッカーに追加して自作することもできるんですね。これもやり方簡単で、ステッカーアイコンタップして、ここからプラスボタンでステッカーパックを追加、名前なんでもいいんで、サンプルとかにしましょうか。サンプルと、はい、でこれで承諾します。まあ、この中から何でもいいんで、例えば自分の写真でもいいしね、イラスト屋さんの写真とか使ってもいいと思います。じゃあちょっと今回は僕の写真使いましょうか。はい、僕の写真をすぐにスタンプとして出すことができます。いらないけどね。まあ、こんな形で、まあ、イラスト屋さんとか使うのがいいんじゃないですか。汎用的な画像いっぱいあるんでね。まあ、そうやって自分でイラストを集めてきて自分のために使うっていうね、まあ、こういう風に自分でステッカーを自作することもできます。そしたら最後は付箋機能ですね。これかなり使える機能だなと思います。これ何かっていうと、 PDF のコメントみたいな機能なんですね。こうやって資料とかノートでもいいんですけども、ノート資料読んでる時にここにちょっと付箋でメモしておきたいなって時あると思うんですよ。まあ、そういった時はこのね、ペンツールキットの中から吹き出しのアイコン、これ追加されてるんで、これタップすると付箋をここにプッと追加することができるんですよ。でこの中にですね、文字を何でもいいから書き込みます。例えばここテスト出るとかでもいいかな。ここテスト出る、はい、こうやって完了します。するとここにですね、吹き出しアイコン追加されて付箋に、ね、なるんですね。でこれタップすると中のメモを見ることができると、まあ、こういう機能なんですよ。なので自分でまあ書き込むのももちろんいいんですけども、もうちょっとね、キーボードとかでしっかりとメモを残したい時とかは、こういった付箋機能を使っておけば、後から資料にね、自分が感じたこととか自分の補足メモとかをパッと書くことができて、読み返す時も非常に簡単になります。でさらにこの付箋っていうのは、さっきもご紹介したサイドバーのところですね、サイドバータップすると、この中に付箋がちゃんと一覧で表示されるんですね。なのでどこに付箋つけたか分かんなくなっても、このサイドバーを見れば、この資料に入ってる付箋全部をすぐに見つけることができて、タップするとその付箋の位置にすぐジャンプすることもできるんで、ここからですね、メモを見ることができると、まあ、資料に補足を加えたい時には非常に便利な機能かなと思います。そしてこの付箋機能って PDF のコメント機能と似てますよって話をしたんですけども、実は PDF のコメント機能と連携もできるんですね。具体的には PDF でコメントをつけたものをこのね、フリキシューに読み込んでくると、ちゃんと付箋として表示することができるんですよ。これどうやってやるかっていうと、トップに戻ってあげて、この設定の部分から一番下、使用機能っていうね、ちょっとまだベータ版の機能があるんですけども、この中で一番下にあるこの PDF の注釈を編集可能な形式で持ち込むっていうところ、これをオンにします。そしてその中で一番下、付箋の項目をオンにします。これで準備は OK です。でこれでですね、例えば Adobe Acrobat に入ってあげて、これ PDF とかを、ね、こう閲覧するようなアプリなんですけども、ここでコメントを追加していきましょう。例えばこのドキュメントクラウドへようこそ、ここにですね、コメントをタップして、ここにですね、コメントテストと入力します。そしてこれを決定すると、ここにですね、ちゃんとコメントテストっていう PDF のコメントを追加することができました。でこの状態でこの PDF ファイルを3点リーダーからコピーを送信にしてフレキシューに送ります。はい、こんな感じでですね、フレキシューでようこその資料を今ね、開くことができました。でこの状態ですね、ここにもう付箋がちゃんとね、追加されてるんで、見るとコメントテストっていうふうに書いてるんですよ。なので PDF のコメント機能に追加したコメント全てフレキシューで読み込んできても、ちゃんと付箋機能っていう名前は変わっちゃうんですけども、同じ位置に同じテキストを確認することもできるし、ここからね、このテキストを編集することもできます。こんな感じで PDF との連携も非常に便利なので、学生さんもちろんのこと、資料たくさん使う社会人の方とかでもかなり使いやすいアプリかなと思います。はい、というわけでフレキシューの基本的な機能から最近のアップデートまでいろいろご紹介してきました。フレキシューね、まだまだ日本ではあんまり知名度ないんですけども、僕本当にめちゃめちゃいいアプリだと思ってます。今日紹介したようなちょっと変わった機能はもちろんのこと、最近のノートアプリでね、よく使われる録音機能、これももちろんね、この上のトップバーのところに見てもらえると録音機能ありますよね。こんな感じで録音しながらメモを書くこともできます。さらに説明の時にもね、気づいた方もいらっしゃるかなと思うんですけども、フレキシでこれ見開き表示ができるんですね。ノートを左右に開いて表示できる、これね、グッドノートではできないんですけども、フレキシだったら可能です。なんだったらフレキシはこれね、設定から入ってもらって見開きだけじゃなくて4開きもできるんですよね。4ページ一気に表示するとか、まあ、こういったカスタマイズ性も結構高いと思います。あとはね、指を使ってノートを
ピンチアウトすることでこうやってですねノートを一覧表示すぐに呼び出すことができたりとか、あとは3本指を使ってノートをね上にスワイプするとすぐにポップアップのノートを開くことができて、すぐにねこうやって操作ができるとか、ジェスチャー機能もかなり豊富で使いやすいんですよね。まあ、いろんなノートアプリが世の中にあると思うんですけども、特にこのフレキシルは勉強する方に非常に便利だと思うんですよ。でどっちかというとちょっと硬派なアプリだと思ってるんで、大学生とかあとは資格の勉強してる社会人の方とか、まあ、そういったねノートだけじゃなくて参考書とか PDF の資料レジュメを使って勉強する方には非常に相性がいいアプリなんじゃないかなと思います。あとね意外とこれマイナーアプリのように見えて日本語のサポートページかなりしっかりしてるんですよ。あとはですね Apple 製品だけじゃなくて Android 版もあったりするんで、まあ、今回ね Google ドライブの同期機能ができて iPad だけじゃなくて Android のスマホ使ってますよという人にもおすすめできるアプリかなと思うんで、まあ、そういう方もね要チェックかなと思います。基本利用は無料なのでまずは無料で使ってみて、これいいなと思ったらプレミアム機能をね課金して使っていただければいいのかなというふうに感じています。というわけで今日の動画はここまでです。今日の動画少しでも面白かったよとか参考になったよと思った方は動画の高評価、チャンネル登録、ベルマーク登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。